滝沢秀明氏は無関係を予想のか。藤島ジュリー慶子氏、被害者救済に元役員もご協力を、と SOS。ジャニーズ事務所は2日、都内で今後の会社運営に関する会見を行った。東山の之社長、57、ジャニーズアイランド、野井野原義彦社長、47、弁護士の木目田博氏、山田正幸氏が出席し、 藤島ジュリー慶子前社長57は欠席。藤島氏からの手紙を井ノ原が代読し、ジャニーズ事務所は名称を変えるだけでなく廃業する方針を決めました。これから私は被害に遭われた方々への保障や心のケアに引き続きしっかり対応させていただきます。 今被害を申告されている中で私を含めて現在の役員が被害者の方々について直接知る情報は在籍していたかどうか以外にほぼございません。そこでジャニーや JR と私以上に近い距離で接していらした元役員、元社員、外部スタッフの皆様には被害者救済のご協力をぜひお願いできたらと思っております。などと読み上げた。 藤島市以上に、ジャニーや JR と近い距離で接していた元役員といえば、真っ先に思い浮かぶのが、事務所でメディア対応してきた白波瀬決前副社長と、ジャニーズアイランド初代社長で飛べ創業者の滝沢秀明氏、41、だろう。特に SNS では、ところで、タッキーはどんな気持ちでこの会見見てるんだろうなって思った、滝沢さんの出番やん。 といった声が上がった。滝沢氏はジャニーズ在籍時に JR を育成する立場にあり、スノーマンとシクストーンズを2020年に同時 CD デビューさせた。ジャニーズ事務所を離れてから立ち上げた戸部には、キング、エリンチェプリンスモトマングー・号平シオ要20、六神宮寺ユータ2五に、鈴木騎士ユータ2八の遺跡情報も浮上しているアーテイル。 近く、強制キス、報道に、大人として恥ずかしい、と猛う反論。今回の騒動のキーマンになるかもしれない滝沢氏について、9月21日発売の、女性セブン、が、過去に JR のタレントにキスを強要したと報じた。滝沢氏は23日に X、旧ツイッター、を更新し、報道を事実無根とし、子供たちが見ているネット社会の時代に、 教育にも良くないですし、やって良いことの旅が過ぎていると思います。事実と異なる内容を報道することはやってはいけないことですし、大人として恥ずかしいと思います、と反論している。これについては過去に滝沢氏自身がテレビ番組で後輩の喧嘩した相手とキスをさせて仲直りさせる仲直りの、キスが大好きだということを語っており桜井翔とキスをしてみせたりしていました。 しかし、これはあくまで番組でのネタであり、それと性加害を証拠もなく結びつけたのは強引だったと言わざるを得ません。滝沢氏が激怒するのも理解できます。民放バラエティ番組制作関係者。一方で、この滝沢氏のアクションによって、SNS ではまた別の反応も起きている。 ご自身のことに関してこれだけはっきりとおっしゃっているのだから、やはり小ジャニー北川氏の側近だったのだからはっきり話をすべきではないかと思います。そもそもすでに退除してるから関係無いってことにはならないと思う。などと、ジャニー氏の性加害について何かしら発言をすべきはないかという書き込みが増えているのだ。 側近という表現が適切かどうかは別にして、滝沢氏がジャニー氏から厚い信頼を得ていたのは事実だろう。四角十九年のジャニー氏の葬儀では遺影を持って霊柩車の助手席に。滝沢氏は十九年のジャニー氏の葬儀でも霊柩車の助手席にジャニー氏の遺影を持って座っていました。 この時、一部関係者の間では、ジャニーズ事務所の次期社長は藤島ジュリー恵子氏ではなく、滝沢氏なのか、と囁かれましたスポーツ上記者。元事務所の長男坊の近藤雅彦、59、は、成果外について、まあ、いつかはね、そういう話をさせてもらう時期が来るのかなとは思ってますけども、とコメントをしている。 この含みのある発言が大炎上してしまったが何かを発信するつもりはあるようだ。近藤はすでにジャニーズを辞めてより滝沢氏の置かれた立場と似ています。たまたまメディアの前に出るイベントに参加したことであのような発言になりましたが、彼なりにきちんと対応をしたつもりなのでしょう。 やはり JR の指導者的ポジションにあった滝沢氏は今回の問題と全く無関係とは言えません。自身のことにこれだけ感情をむき出しに発言したのだから何かしらのコメントを求められるのは自然の流れだと思いますよ。芸能事務所幹部。ジャニーズ事務所が解体に向かう中、最も絵をしているのは離脱したタレントやグループの受け皿となっている戸部だという見方もある。 滝沢氏はこのまま無関係を装い続けるのだろうか